はい。では、ユニット3の2のところを解説していきます。えー、職業体験の翌日、アレックスとディーパーが話をしています。ディーパーはどんな感想を述べているでしょうかアレックスが、ディーパー、where did you go on c a r e e r day? なってますけれども、はい。where 覚えてますかどこって意味ですよね。どこへとかどこにって意味になりますね。そして、えー、did you go? ってきているので、 ま、ここまでで切ってもらおうかな。えー、行くって意味ですよね、号は。だから、あなたはどこに行きましたかって言ってるわけです。ウェアビー中央。どこに行ったのと。で、オンキャリアデイっていうのは、職業体験の日にってことですね。で、これね、オンちょっとね、覚えた方がいいと思うんですけれども、これね、この後日付とか、特に曜日ね。曜日来るときはオンですで。キャリアデイですから、職業体験の日ってことなんで、日にちだったらオンなんですよね。 で火曜日にとかだったらね、on tuesday とかなってくるわけです。日付曜日だったらオン使うことを覚えておいてね。なので、ディーパー、あなたは職業体験の日にどこに行ったのって言ってるわけです。そしたらディーパーこう言いました。I went to an Italian restaurant。私はイタリア料理店に行ったのよと。はい。went っていうのは go の 過去形です。だから、when と言ったことによって、<laughs> ご,めんごめん、え行くが一旦になります。はい。え次、こう言ってまあ続けてね。I want to be a chef. えシェフって分かるよね。シェフはもう、まあ、シェフって言って分かると思うんですけど、一応言うと、コック長っていう方がもうできるかな。まあ、料理人のリーダーって感じですよね。私はシェフにえなりたいですって意味になります。さあ、今日これ変えて。 覚えてもらいたいんですけれども、えー、want to、えー、動詞の原型ね。えー、動詞の原型ですからね。過去形とか入れないようにね。これで、まあ、ほにゃららしたいって意味になります。ほにゃららしたいって意味になります。例えば、 えー、ていうかなこれ、これほにゃららとしたら、まあ、ほにゃららしたいっていう役になるんですね。うん。こう覚えててね、て、Want to 動詞の原型でほにゃららしたい。例えばさ、うん、そうだな。えー、寿司食べたい。寿司を食べたいだったらこうなるね。Want to 動詞の原型だから、eat だよね。Want to eat 寿司。うん、こうなるわけ。これで寿司食べたいとか。えーテえー、テレビ見たいとか。テレビ見たい。 want to, watch, tv とかからなるわけよ。これテレビ見たい。こういうふうに使ってください。で、今回ね、あの、何々になりたいのときは、えー、want to be、これ動詞の言、えっとね、b 動詞の原型 b なんで、want to be 何々って言ったら何々になりたいってなる。例えば、先生になりたい人とかいると思うんですけど、先生になりたいんだったら、want to be a teacher. ま、こんな感じかな。うん。want to 同士の原型の使い方、こんな感じになると思います。なので、今回私は、I want to be a chef. 私は、シェフになりたいって言ってるわけね。ダレックスがこう言います。Wow! How was it? このイットは、まあ、あの、イタリアンレストランのことを指してて思います。ね。まあ、イタリアンレストランはどうだった ?How was 何々で何々はどうだったってことですよね。How is だったら、あの、現在なんだけど、was だから過去だから。ね。 だから、イタリアンレストランはどうだったって言ってるわけね。そしたら、ディーパーこう言ってます。It w a ず、interesting, but I got tired. はい。インタラスティングは面白いでしたね。だから、まあ、イタリアンレストランですよ、これ。それは楽しかった。面白かった。って言ってるんです。but, but はしかし、つまりでもって意味ね。えー、でも、私は got tired。これはね、疲れたって意味になります。 疲れた。あの、g タイヤ i 覚えてますかタイヤ e は疲れているって意味ですよ。で、この gut が難しかったと思うんですけど、gut 原型は get です。get の過去形ですね。I got tired. ちょっと今日みんな覚えて帰ってほしいのは、ちょっと書くスペースここいけるかな。はい。これ上に書くね。はい。get プラス形容詞。で、 えー、まあ、これ、ほにゃららとしてね。えー、ほにゃららになるっていう意味があります。例えば、まあ、だいたい過去形使うと思うんですけど、何々になったやからね。過去、ガッとした何々になったになるんで、例えば、そうやね、えー、まあ、嬉しくなった。嬉しくなったってなんて言うでしょう。ガッとハッピーとかね。嬉しくなりました。って感じです。で悲しくなったって何でしょう。悲しくなった。 悲しいって、サッドを使います。gut, sad.gut, sad. 悲しくなった。って感じね。うん。今回は、えー、タイヤードを使ってるんで、gut,、え、tired.、ー、疲れちゃった。って意味ですね。えー、思いといてね。あと一個思いついたな。えー、っと、忙しくなった。gut, busy とかね。ガ u t ビ u s 忙しくなっちゃった。って感じね。 はい。覚えてね ?I got tired. 私は疲れちゃった。ってになります。まあ、めっちゃおもろかったけど疲れちゃったって言ってるんですよね。で、ディーパーちゃんこう言います。I tried to learn the whole menu, but I couldn't. はい。try.tried なんですけど、これ try の過去形です。try はやってみるって意味になります。try 何々で何々をやってみる。 こことなんですすけれどもも今回もこの2動詞の原型来てますさあ、これちょっとね、解説していきたいんですけれども、あの今回ね、ちょっとこっち見ましょうか、名詞用法って言って、あの2、2プラス動詞の原型で、ほにゃららすることとか、ほにゃららであること、特にこのほにゃららすることこれ覚えてください。これでいけるんで、これになります。 まあ、例えばですね、一番簡単で、これよく覚えて書いてください。よく使います。私は、ん,んだろうな。音楽聴くのが好きです。私は、メモっとっていいですよ。あの、音楽を聴くのが好きです。これで名称法がね、説明できると思います。まずね、主語私はなんですよ。で、動詞はこれね、好きですなんですよね。うん。 だから、まずこう作っていきます。I like.I like. I like. で何が好きかって言ったら、音楽を聴くのが好きなんです。音楽が好きっていうよりもっと掘り下げて言って、深く言ってね、聞くことが好きなんだと。えー、その時ね、いいですかあの、聞くっていうのは listen to じゃないですか。はい。聞くっていうのは、 動詞で、まあ、listen いう何々なんだけども、ここでね、I like, listen to って言っちゃうと、like 動詞だし、listen to も動詞だから、動詞が2回来ちゃう。なので、listen, listen の前に不定詞の to 入れてあることによってね、聞くことって意味に変わります。聞くって動詞なんだけれども、動詞の前に to 入れてあることによって、聞くことっていう名詞に変わる。動詞じゃなくなるんです。 はい。これを不定詞の名詞用法って言って、to、動詞の前に to 入れることによって、名詞にこう変化して、この入れることができるわけね。動詞 like 使っちゃったんで、もう listen to、2回目動詞書けないんで、to 入れてやって、to listen to にしてやるわけね。私は聞くことが好きですってできちゃうわけよ。はい。音楽なんで music。 こんな感じです。I like to listen to music. 私は音楽を聞くことが好きです。できちゃうわけね。はい。まあ、することと訳してみると、ここは一緒なんですよ。I tried to learn. 覚えてますかこれ学ぶですよで。直訳、固く訳したらこんな感じ。私は、わかる。try っていう動詞と lan っていう動詞を続けて書けないんで、ランの前に to 入れてあって名詞に変えてるんですよ。これで学ぶ。 ことになりますいい ?to learn ーーで、これ学ぶことになるんですよ、これで。学ぶこと。I tried to learn。私は学ぶことをやってみた。私は学ぶことをやってみた。ちょっと硬いんで、日本語らしくすると、私は、えーまあま、学んでみたって感じかな。学んでみた。勉強してみたって感じです。はい。 さあ、次にこのホール。これね、ホールって言うんだけど、これ、これで全てのって意味になります。全部のとか全てのって意味になる。だから、ここまで訳そうかな。I tried to learn the whole menu. 私は、全てのメニューを、まあ、これ、学ぶっていうか、これ、覚えるだな、これ。うん。覚えるが合うね、これ。ごめんなさい。覚えるっていうふうに、ちょっとメモっとこうかな。うん。こっちの方がいいですね。学ぶ、覚えるって意味があるんで、 私はすべてのメニューを覚えるのをやってみたって意味になるわけです。いいね。まあ、覚えることをやってみたでもいいですね。で、このトゥーランが名詞になってますから。学ぶこと、覚えることって意味になります。私はすべてのメニューを覚えるのをやってみた。でも、I couldn't.Can の過去形です。Can はできる。Could はできた。過去形になってるんで、私はできなかったって言ってるわけですね。うん。で、 アレックスが IC。これよく使います。わ、うん、かりましたって意味ね。わかりました。まあ今回友達なんでわかったよって感じかな。うん。なるほどとかね。なるほどでもいいですね。I went to a newspaper company. ニュースペーパーってこれ新聞なんですよね。新聞。で、カンパニー覚えてね、これ会社って意味なんですよ。新聞会社、つまり新聞社って感じかな。 私は新聞社に行きました。I want to be a journalist. はい。えー、ジャーナリストっていうのは新聞記者って意味です。まあ記者ですね。記者。まあニュースとか調べてくる人。テレビ局の人とかね。新聞社で働いてる人のことね。I want to be a journalist. 私はジャーナリストになりたい。私は記者になりたい。って言ってる。これアレックスくんの希望ですね。sounds interesting. これね、めっちゃ使うんで覚えてください。サウンズ形容詞。サウンズ形容詞。この後絶対形容詞なんですよね。で、何々、まあ、直訳したら何々のように聞こえるって意味なんですけど、だから、これインターセンが面白いだから、うん。面白そうに聞こえるだね。面白そうに 聞こえるって言うんだけど、ちょっと日本語らしくないっすよね。だから何々そうねって訳すと、結構日本語らしいです。何々そうねみたいな。これのが日本語らしいです。なんか、面白そうねって。うん。それって面白そうねって言ったよね。うん。まあ、よく使うのが、sounds good ってね、結構使いますよ。sounds good ってよく聞きます。良さそうねってこと。良さそうねって。はい。っていうふうに使ってください。はい。 I want to hear about it. はい。hear about 覚えましょう。何々について聞くって意味になります。はい。want to 動詞の原型だから、何々したいでしたよね。はい。want っていうのは、欲しいっていう動詞ですから、これ動詞使っちゃったんでもう動詞書けないんで、続けて書けない。だから不定詞使ってる。これで、まあ、えー、hear は聞くですよね。 聞くって意味なんだよ。聞くこと、トゥーヒアで聞くこと。聞くことが欲しい。つまり聞きたいってことですね。うん。私はそれについて聞きたいわって言ってるわけ。はい。以上になります。それでは3-2の,のところの教科書の英作やっていきたいと思います、えー。職業体験の日どこに行きましたかなんですけれども、まあ、英語はね、最初にこどこにって言ったら最初に来るんで、まあ、where。 でしたよね。これ先に行きます。で、行きましたかって言ってるんだ当然あなたに聞いてるんで、えあなた行きましたかっていう過去形のねえ、疑問文になるわけだから、え、where の後は did you go? になります。where did you go? って言って、あなたどこに行きましたかって意味になるわけね。うん。最後、食用体験の日。 ってことですよね。食用体験の日,日にってことですよね。日付の時ね、英語ね、オンがいります。曜日とか日にちの時はオン。覚えておいてね。今回、食用体験なんで、オンキャリアデイになります。オン、っとっと、スペルミス、かけた。えっと、オンキャリアデイね。こうですね。で、今もクエスチョンマーク。Where did you go on キャリアデイ 食業体験の日、あなたどこに行ったのと。はい、2番目。私はシェフになりたい。はい。えー、っとね、〜になりたいっていうのは、あの、だいたいこう使います。want to、want って欲しいって意味なんですけど、不定詞 to 使って、この後動詞の原型です。で、〜になるっていうのはね、B 動詞。動詞の原型 B 動詞入れてください。I want to be〜何々で〜何々になりたいになるんですよね。 今回シェフなんで、えー、この後にシェフでれれば、あシェフって入たらい,いだけです。主語私ですから、こうですね。I want to be a chef ってなります。私はシェフになりたいってことですね。うん、はい、3番目。それはどうだったはい。どうだったのとか、どうって聞くとき、英語は、こう、how を使います。で、そう、どうだったって言って過去なんで、 で、主語はこれ、それです。it ですよね。これでいいでしょう。How was, it? How was it? シンプルですね。それはどうだった ?How was it? これで OK です。はい、次、いいものですね。面白かったけど、疲れた。ね。面白かったけど、疲れた。ってことなんですけれども、まあ、主語はね、いこれ、it ですね。こういうとき、it ですね。それは面白かったけど、疲れたって考えよう。 日本語って結構主語が省かれちゃうんで、英語は必要なんでね。えー、主語は it で過去形ですよね。面白かったって言ってるんで、とりあえず it was interesting ですよね。おっとおっとっと。ごめんなさい。ちょっと書き直そう。はい。it was interesting。で、it was interesting。一品切ってもらいましょうか。面白かった。けどって言ってるんで、 しかしってことだから、これは b ットです。b u t 疲れた。はい。疲れたのは誰それは私ですよね。私が疲れたんだから、愛が来るんですけれども、はい。何々になる覚えてますか何々になるのは、get プラス形容詞ですねえ。結構過去形のが多いと思います。g ット過去形ガットなんで、ガッ t プラス形容詞で、 何々になった今回、タイヤードを入れます。このタイヤードっていう形を入れて、ガットタイヤードで疲れちゃった。疲れたって意味になるわけね。はい、従って、But I got tired、ね。疲れちゃった。ってことね面白かったけど疲れちゃった。ってことね。It was interesting, but I got tired。ってことね。はいでしょうか。はい、5番目。 全部のメニュー覚えようとしたけど、できなかったってこと、ね。まず、えー、覚え、主語書いてないけど、私はですよ。私は、ま、主語私はなんで、愛ですよね。で、動詞はね、これ、覚えようとした。これね、覚えるって今回ね、えー、覚えるは、欄を使います。うん。 ま、学ぶとかいう意味もあるんです学ぶ、覚えるですね。でもね、I learned ってしないでね、私は学んだじゃなくて、ま、覚え、覚えようとしたなんで、何々しようとする、やってみるっていうのがトライから来ます。で、トライの過去形の作り方は、Y を I に変えて ED で、トライドになります。ね、私はやってみたんです。い、トライで。何をやってみたかっていうと、覚えることをやってみた。覚えようとしたんです。 この時ね、トライドとラーンをこ n を動詞二つ書けないんで、ラーンの方は to を入れて名詞に変えてしまいます。to 入れたら動詞はなくなるんで、to learn ってするんですよね。こうすれば動詞ではなくなって学ぶことをやってみた。つまり、覚えることをやってみた。覚えようとしたって意味になるわけね。I tried to learn。私は覚えようとしたと。何をかって言ったら全部のメニューですよね。 えー、メニューってこうなんですけど、m,、えー、m, e, nu でメニュー。はい。さあ、えー、これをね、えー、覚えて帰てください。えー、その全部のメニューってことで、ザ、つけといてね。つけた方がいいですね。ザ、ホールメニュー。これ、ホールって言うからね。ホール。ザ、ホールメニュー。ホールで全部のとか、すべてのって意味があるんで、ザ、ホールメニュー。すべてのメニュー。これですね。 I tried to learn the whole menu. 私はすべてのメニューを覚えようとした。あ、できなかったのか。じゃあ一旦ここでコンマ入れましょうね。うん。コンマ入れて、けどってあるからこれバットですよね。さっきやったね。I tried to learn the whole menu, but できなかった。はい。主語は I です。で、できるって覚えてますかできるキャンでしたよね。過去形は could です。 で否定文だから、c o u くるのと。まあ、縮めて、couldn't 入れたろうかな。I couldn't. こんな感じね。で、ここでね、えー、何ができなかったか方、当然、えー、ら、えー、learn the whole menu なんだけど、もう単語の繰り返し、英語先、省略しちゃうんで、これ止めていただいて、十分 OK です。私はできなかったで、but I couldn't. で、OK です。いいね。I tried to learn the whole menu, but I couldn't. 私はすべてのメニューを覚えようとしたけど、できやんかったってことね。はい。面白そうね。これは面白そうに聞こえるねって意味で、sounds 形容詞です。sounds、えー、形容詞。今回面白いなんで、interesting.sounds interesting. これ結構使えそうですね。うん。面白そうねって感じね。うん。はい。それについて聞きたいわ。 えー、h e r e about 何々使って、聞きたいのは私なんで、アイスですよね。で、今回ね、ここで h e r を持ってこないこと。聞きたい。何々したい。はい、これは、want to 動詞の原型です。何々したいは want to 動詞の原型。わかる ?want っていうのは欲しいっていう動詞なんで、もう動詞続けて書けないんで。want listen とか、あ、want h e r e か。want h e r e って動詞動詞でできないんで。h e r e about 前には to が必要です。 こうすることで、I want to hear about ね。うん、私は、ほにゃららについて聞くことが欲しい。つまり聞きたいとなるわけ。want to hear で聞きたい。I want to hear about 私はほにゃららについて聞きたいって意味になってくるわけです。ね、ここに不定詞 to 入れることで動詞が連続しないと。to hear に書いて、これ え、どうしてなくなるんです。名詞になって聞くことって意味になるわけね。聞くことがしたい。はい、今回何についてかってそれなんで単純に言っといていいでしょう。I want to hear about it. 私はそれについて聞きたいってなるわけです。はい。